第5レーンは大阪桐蔭の橋爪さん、第6レーンは神戸ノーバルさんの篠原さん、民主さんの前女子3番手ビニュー戦、石川星稜の宮崎さん、長崎純真女子の佐伯さん、そして愛知中京大中京の高松さん、3名が1回目で19メートルをクリアしました。